小松真一は日本の実業家、トリコヒト日記の著者として知られる、東京都中央区日本橋出身、1932年、東京農業大学農学部農芸科学科卒業、大倉省醸造試験場、農林省米国利用研究所を経て、台湾で豚ノール工場を創設、1944年軍属としてフィリピンで、 豚のオール生産のため派遣される。日本の廃戦と共に捕虜となり、1946年まで旅収生活を送る。福音後、食品加工のための企業を設立。醸造技術を活かして、飲料アルコール原料のための共同組合を設立。1973年の一血のため死去。1974年鹿番、トリコヒト日記を刊行。 翌1975年、くま書防より、これが刊行。同年の毎日出版文化賞を受賞。大倉省醸造試験場、農林省米国利用研究所で6年間研修。戦地では、生死の狭間を生き抜き、敗戦と共に捕虜になる。1年半の収容中に、戦争体験を得と文章により記録。十数冊に及ぶ、このドキュメントを骨壺に隠して、 日本に持ち帰り、戦後は銀行の金庫に保管した。こうして貴重で稽古な戦争第一次資料は現存することになった。やがて醸造発酵の知識と人脈を活かし、飲料アルコール原料の共同組合を経営。三男、か目の父。没後戦地の家中にあって、見たまま聞いたまま、体験したままを、ほぼ、その場で、その時に記録された第一次資料。 太平洋戦争のドキュメントとして極めて稀有な存在。一時資料としてのトリコ人日記の価値は起きたことが何なのかをそのまま見せてくれることにある。そこにどんな真実を見るかは一人数とに委ねられる。事実がスケッチと文章で淡々と描写されているため想像力をより発揮させる。深刻極まりない状況もユーモアを感じながら見ることができる。 生まれ育ち裕福な商家、明治の男風流文人科学者の名人柄を証明する者、ゼマ一大意き、戦地から妻への手紙。ありがとうございます。